そのコロナによって暮らしにも仕事にもさまざまな変化が生まれていますが、西条市にはこんなものが登場しました。あ、干し柿ですね、はい、ただの干し柿じゃありませんよ。いや、ただの干し柿とも言えますが、ただの干し柿なんです。どっちですか？西条市の商店街にある店の一角にありました、干し柿です。でも、ただの干し柿じゃないんです。これはフリー干し柿です。お店に入っていただいた方だったら、はい、もぎ取って食べていただけたらと。なんと、フリー干し柿、そう、無料のただの干し柿なんです。西条市の元地域おこし協力隊員、あがた誠さんのアイディア。フリー干し柿が釣られているのは、あがたさんが運営するコワーキングスペース栄町ホリック。コロナの中、リモートワークで利用する人が増えているといいます。僕らのこのコワーキングスペースは結構移住者の方が大勢使ってくれてるんですけれども、そういった方はあんまりこう見慣れない景色というか、田舎のこう昔からある景色みたいなのをちょっと感じてほしいなというのもあります。そこで考えついたのが、西条特産の干し柿だったんです。使っているのは周桑産の愛宕柿。干し柿やっぱり好きだけど、今なかなか自分の家でやらないっていう、やっぱこういうところに来る人、そんな人たちばっかりだったので。ところで、よく見ると紐に名前が貼られているものが。また干しといたらですね、これ私のっていうふうにこうなんか名前をつけるお客さんも出てきて、まあ、それはそれで面白いなと思いながらですね、その柿がこう徐々にこう熟していくのを見守ってくれるような、まあ、そんなようなこう楽しみ方もあるのかなというふうに思っております。この日、ご近所さんが自家製干し柿を持ってきてくれました。ありがとうございます。すごい、うん、おいしい。フリー干し柿で地域の輪も広がっているようです。風景も一緒に楽しみながら、はい、会話のなんかネタの一つになればいいかななんて思ってます。こう移住者の方とかに楽しんでもらえたら、また西条の魅力一つ伝わるかなというふうに思います。栄町ホリックフリー干し柿、まもなく食べ頃を迎えます。